え皆さんこんこにちは武藤秀樹です今僕はインディ500のイベントでインディナポリスモータースピードウェイにいます僕は初めてインディーカーを見たのは93年ナイジェル・マンセルが初めてインディーのこのレースに来た時ですねテレビで見たのを覚えています僕は今その同じチームで走っているんですけどもやはり ですかね当時のその興奮とその気持ちがすごく熱く今ここにあってこのチームで走れるだけですごく感動していますえこのインディゴ役で勝つということはすごく大きいことでえ僕の人生レース人生もそうですけど人生そのものを変えるぐらいのえ大きいレースだと思ってますえ先週からテストを 始めたんですけども、えー、予選用のセットアップも決勝用のセットアップもすごくうまくいっていて、えー、手応えを感じています。というのもやはりスタートですごくタービュランスが大きいのでトップ9あのフロントローに近ければ近いほどタービュランスの量も少ないし安定した1周目。 が遅れると思ってます。そのためにはやっぱり予選を225マイル以上で走らなきゃいけないと思ってます。そうですね。やっぱり予選は2周ウォームアップラップがあってその後4周のアタックをするんですけども、ダウンフォースをすごく削ってアタックするので車は当然かなりシビアな状態になっていて。 まあ、ハンドリングもそうですけどやっぱり気持ちもすごく、えー、ナーバスになります、えーまあ、予選は見ていても面白いと思いますしもちろん決勝も、えー、このレースはすごく大きいイベントですから、えー、ぜひ皆さん、えー、予選と決勝、えー、テレビで見てください、えー、頑張ります。